鏡の自分。ねえ、私の泣き袋、左右どっちにある？同僚の M が仕事中に話しかけてきた。向かって右。向かって右ってことは、左。鏡の中の私は、右にほくろがある。でしょ？まあ、そうなるわね。営業が出払ってしまうと、事務所は M と二人きりになる。ふんふんうなずきながら、私は書類をめくる。ねえ、聞いてるの？鏡に映る顔、本当に自分の顔だってわかる？ M の声が次第に上ずる。なんか危ない気配。私は黙ったまま M を見つめた。ずっと自分の顔だと思ってたのは、5歳の時、事故で死んだ双子の妹の顔だったの。ほくろが反対。何を言ってるんだろう。M は私を手招きしている。ほら、見て。立ち上がりロッカーを開けた。ロッカーへ取り付けられた鏡に彼女が正面から向き合う。背後から覗く私に、M ではない知らない女が微笑んだ。鏡の自分。不思議な N さん。これは今から20年以上前、まだ私が中学生だった頃の話です。あと数日で夏休みが終わるというある日、弟と私は母の運転する車で近所の市民プールへ連れて行ってもらいました。はっきりと覚えてはいませんが、残り少ない夏休みを満喫するため、弟と二人で母にせがんだのでしょう。そしてプールに到着。母はプールサイドにいて、私と弟だけがプールに入って遊んでいました。しばらく遊んでいると、誰かから名前を呼ばれ、声のした方向を振り向くと、そこには同じ中学の同級生が一人立っていました。その子、仮に N さんとしますが、その子とは特に仲が良かったわけではなく、同じクラスになったこともありません。私の友達が N さんと小学校が同じで、何度か喋ったことがあるくらいでした。偶然だね。と声をかけると、N さんは、私も一緒に遊んでいい？と聞いてきました。もちろん断る理由もなく、それどころか弟と二人よりは N さんがいた方が楽しいに決まっています。というわけで、その後はずっと三人で遊んだのでした。やがて夕方近くになり、家へ帰ることとなりました。N さんは一人でプールへ遊びに来ていたので、我が家の車で一緒に帰ることになりました。道中、母が N さんの家の場所を聞くと、この道を右、ここを左、あの道をまっすぐ、などと道案内してくれます。母はその通りに道を走っていたのですが、しばらくするとおかしなことに気がつきました。どう考えても、さっきから同じ道をぐるぐると走っているのです。母がそのことを指摘すると、N さんは、でも、この道で合っているから、と言います。それでまた N さんの言う通りに走って、でもやっぱりさっきと同じ道。とうとう私が、いい加減にしてよ、と声を荒げると、N さんは、ごめんね。でもお父さんとお母さんに、家に帰るときはこの道しか通っちゃダメって言われているから。そう言うのです。その後続けて、この道の先のトンネルのところで降ります。と母に向かってつぶやくように言いました。結局 N さんはトンネルの手前で降り、その日はこれで終わりました。ただ N さんが車を降りてから母が、トンネルの先に家なんてあったっけ？と首をひねっていたのは気になりましたが。
こうして夏休みが明け、始業式の日。なんとなく気になった私は、N さんと同じ小学校だった友達に、プールでの出来事を話しました。すると友達は、N さんは両親のどちらも幼い頃に亡くしており、おばあさんに育てられたはずだと言うではありませんか。さらに驚いたことに、そのおばあさんは夏休み中に亡くなったらしいのです。その亡くなった日を聞くと、私が N さんと出会った日よりも少し前。常識的に考えて、身内が亡くなった直後にプールになんて遊びに行きませんよね。養育者であるおばあさんが亡くなり、N さんは新学期を私たちと迎えることなく、別の親戚に引き取られたのだとか。もちろん夏休み明けの始業式の日、N さんはすでに親戚に引き取られた後なので、学校には来ていません。私もプールの日以来 N さんとは会っていません。結局のところ、あの日のことは今でも何が何だかわからないままです。なぜおばあさんが死んだというのに、一人でプールに来たのか。とっくの昔に亡くなっているはずの両親から、この道しか通っちゃダメ、と言われたとはどういう意味なのか。そして何度も同じ道をぐるぐる回った意味は。N さんの意味不明な言動と、おばあさんが亡くなったことに因果関係があったのかどうかも今ではわかりません。いや、そもそも私がプールで出会ったのは、本当に N さんだったのでしょうか。よくよく考えてみると、その頃にはすでに親戚の家に引き取られていたはずなのでは。でも確かに、外見は N さんのはずだったのですが、私のことも知っていましたし。全くわからないことだらけですが、私が体験した不思議な話でした。不思議な N さん。階段。1984年に起きた事件の話をしよう。その2階建ての家には車椅子の老婆が一人で住んでいた。夫が不可解な死を遂げてから毎日家を訪れる介護士の助けを借りて、老婆は一人で家に住み続けた。2階へ上がるためには古い階段を上るしか手段がないため、介護士はやつれた老婆を背負って、家の1階と2階を行き来した。ある日、警察へ通報が入る。うちで、人が殺されているの。電話の主は車椅子の老婆だった。当時の警察が人手不足だったことに加え、通報した老婆が言うには、すでに犯人は逃げた。とのことなので、警官が一人だけ現場に向かった。老婆の家で警官が見たのは、家の1階で喉を切り裂かれて絶命している男性の介護士だった。家主で目撃者の老婆は、事件発生時から家の2階にいたため、車椅子で階段を降りることができず、襲われている介護士を助けられなかったと涙を流しながら証言した。この時、警官には気がかりなことがあった。数年前に老婆の夫が1階のソファーで眠っている間に殺害された時も、車椅子の老婆は2階にいて早々に容疑者から外されたのだった。同僚が捜査を担当していたが、結局犯人の手がかりさえ見つからなかったと聞いたことがある。とりあえず監視官が到着するまで、警官は現場の写真を撮影して証拠品を探した。家の2階も見ていいか許可を求めると、警官には老婆がほんの一瞬躊躇したように見えた。私は事件が起きた時は2階にいて、今日は他に誰も上には来ていませんよ。階段を上がって老婆の脇を通り抜けると、狭い廊下の先に3つの部屋があった。警官は一つずつドアをチェックし始める。物置、バスルーム、そして
三つ目のドアは普通の寝室だった。老婆が毎日寝ているであろうベッド、小さなテーブルとランプ、ワードローブ。彼は部屋の隅々までチェックしたが、何か事件につながるような証拠品は発見できなかった。しかし、あることに気づいて警官は青ざめ、腰の拳銃に手をかけた。老婆の夫が死んだ時の調査で、同僚は見落としていた。この家の2階には、電話がない。その時、部屋の外で物音がした。彼は拳銃を構えながら部屋を飛び出し、廊下を進んで階段まで駆け寄った。が、そこに老婆の姿はなく、車椅子だけが残されていた。階段。はい、どうも。人にまつわる不気味な話その1をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ゾウと申します。今回鏡の自分っていう話を読んだんですけども、ちょっとした豆知識、皆さんご存知の方も多いと思うんですけど、鏡触ってみて鏡の向こうの自分と指がぴったりひっついたら、それは鏡じゃなくてマジックミラーだっていう話を聞いたことがあります。皆さん近くに鏡があるようでしたら試してください。指と指ひっつくことは絶対にないです。なんかふとしたきっかけでこれを思い出した時があって、エレベーターだったかな、で触ってみたら指がぴったりひっついたことがあって、なんでエレベーターの中の鏡がマジックミラーになってるんだろうっていうふうにちょっと不思議になりました。なんか大きいエレベーターとかだとストレッチャーって言うんでしたっけ、病院とかで患者さんを運ぶ足がついてる、ベッドみたいなやつを、緊急時乗せる必要があるので、実はエレベーター少し広くなりますよっていうものがあるっていうのは聞いたことがあるんですけど、それをわざわざマジックミラーにする理由がねえなと思ってまして、ストレッチャーを乗せるために、隠されてるスペースからエレベーターの中を覗いてる人がいるのか、もしくは経費削減なのか、鏡とマジックミラーどっちが安いのかちょっと僕は知らないんですけど、ちょっと不気味だなと思ったので話させていただきました。あとマジックミラーって結構明るかったら向こう側透けて見えますよね。高いマジックミラーがどうかはちょっとわかんないですけど、だからマジックミラー号なんか多分本当は全部見えてんだろうなっていうふうに思ってるんですけど、ああいうのはフィクションを楽しむためのものなんで、ちょっと言っちゃうのは無粋だなっていうふうに思いますので、このあたりにしておきます。時間を止める系のそういうビデオもなんか9割は嘘だっていうふうに聞いてますので、そういう夢を壊すのはダメですよね。それでは、人にまつわる不気味な話その2でお会いできましたら幸いです。ゾウでした。ほなほな。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。登録者数が、キリのいい数字になりましたら、ゾウが体験した、もしくはゾウの友人が体験した怖い話を載せようと思っております。よろしければチャンネル登録、ツイッターの登録等よろしくお願いいたします。ほなほな。